マルコ・ベナッシ氏は、イタリア・モデナ出身のサッカー選手。エラス・ベローナ FC 所属。ポジションは MF。モデナ FC の下部組織でキャリアをスタート。2011年、アンドレア・ストラマ町に率いるインテル・ミラノのプリマベーラ遺跡。2012年には、ネクスト・ジェンシリーズで優勝を果たした。2012年、トップチームの監督に昇格したアンドレア。 ストラマッチョーニがプリマベーラから昇格させた選手の中の一人としてトップチームの練習に参加。2012年11月12日の UEFA ヨーロッパリーグのルビン火山戦でプロデビュー、翌年1月13日のペスカーラ戦でセリエ A デビューを果たした。2013年7月10日、チームメイトのフランチェスコ・バルディと共に2017年まで契約を更新した後、 リボルノカルチョへ、レンタル移籍。しかしクラブはシーズンを再開でオエセリエビへ、降格した。リボルノへ、レンタル移籍中であった2014年冬、インテルは、トリノから、ダニーロ・ダンブロージオを獲得する条件として、ベナシシの共同保有権の50%をトリノへ、譲途。共同保有システムが廃止された2015年6月25日、トリノ FC への完全移籍が決定した。 2017年8月9日、アクフ・フィオレンティーナへの完全移籍が決定した。2020年9月12日、買取オプション付きのローン移籍で、エラスベローナ FC に加入することが発表された。ありがとうございます。